北野線とは、大阪府大阪市北区の梅田駅から、淀川手前の北野駅までを結んでいた京阪神、急行電鉄の軌道線である。北野支線内市は、市内線とも呼ばれた。もともと地上を走っていた宝塚本線、神戸本線を高架化した際、残った地上線を北野線として継続営業することにしたものである。 そのため全長は 0.8km と日本一短い路面電車と言われた桑名電気よりさらに短いものであった。短距離ではあったが乗客はそれなりに多かったという証言もある。休止後も軌道はそのまま残され、京都本線電車用の伏線を13駅、梅田駅間に付設する際に、軌道時期の部分を道路にして、その分道幅を狭め、空いた箇所に高架橋を新設した。 このため、北野線は事実上廃線であったが、名目上は、休止扱いとされ、1959年の京都本線の専用線による梅田乗り入れをもって復活したこととされている。なお、梅田駅構内で、阪急多線とも線路がつながっており、さらに大阪市電ともつながっていた。前車は、新車の搬入路としても活用され、 後者は1948年から1949年にかけて34型並びに1系車両番号11から18を、京阪を打つ線に移籍する際に利用されているまで、大阪市電の車両に牽引され、平面交差部分で方向転換をした。当初は大阪市電で使用された車両を譲り受けた151、 K4 両と47型の47を改版した150の5両で運行していたが、1933年から未納線で使用されていた34型を使用するようになった。同社は当時の路面電車としては珍しく終電装置が菱形パンタグラフで、全小棟も前頭部に取り付けられていた。梅田茶屋町北野路線名称、事業者名は北野先輩指示のもの。 ありがとうございます。